お二人ののの出会いいきっっかけてうは本当に親しくなるのはあの安倍総理が滞在してていろんなことになるんだけど僕が32歳かな経済界の役員になった時に <laughs> えとある人を通じて安倍晋三さん若くてねあの非常に、えー、これから伸びる政治家だから「あのご飯食べましょう」えー、ホテルオ、えークラント・オカリンで主幹と僕と、えー、当時の社長と。 えー、総理。まあ僕らも総理総理って、当時はまだ全然総理じゃないですよ。はい、安倍先生にお会いしてご飯食べた時に、僕は見入られてしまって、一旦辞めてたその政治家の会とかを、安倍さんの過去迎えをやりませんかと、いわゆるオーナー職の強い大企業の人たちに声かけてこう集めたんです。で、そのうちの一人が大王政治の顧問、最高顧問だったかな、あの時、茂、えー、高さんのお父さん。 がいたんです<ー>それは3か月に1回だから食事昔みたいにその政治資金規制をともあるからちゃんとそのリーガル的にもちゃんあのして、えー、そんなかつてのようなドンっていうその会費じゃなくて、えー、きちんと3か月に1回お昼を食べる会だったのかな。で夜もあったよだけど結構ねお年寄りが多いんですよ。過ぎの おじ,おじいさんとは言っちゃいけないな相談役とか会長とかっていう人たちばっかりで若いのがもうこの2人だけだったんですよ、えー、だからもう自然となんかあのー、まあ年も3つしか違わないし自然とっていうかねあれ俺覚えてる佐藤さんみんな自分の父親ぐらいの年でお互いかところよね普段からもこの回だけじゃなくてもねちょっと今度若いもんだけでやらないって言って、ね、何回目かの出席の後に声かけたのがきっかけなんだよね,そだね、えー、したらね それからねあれはあれよという間に総理になっちゃったんですよ。うんね、安倍さんがそ<う>現職になってねお忙しいのに声をかけるのは申し訳ないなと思ってもう現職の時はね声をかけないで、うん、あの控えてたんですよ。す長く続くとあれ、ま、お会いできなくてちょっと寂しいなとか思ったらまあ1年で第一次内閣はね、はい、辞任されて、うんはい、ではっきり言うと周りはねもう終わった人だからとかなんだかんとかこう<ー>いろいろ言う人たちいたけど。 別に好きだし、はい、総理にしする会に。だったけど、もう一回それを復活して、ご飯食べようって。言って、また三月に一回始まったんだけど。もだらさんが、いやいや総理やって。ね、肩凝ると思うよと、うん、年上ばっかりでて。うんうん、だから、僕ら若いのだけでも、また別に三月に一回ご飯食べる会を。総理呼んでやろうよって言って、えー、だから三月に二回。飯食っちゃうんですよ。すごい親しくなってて。 まあ当然ね総理は公の人だからそこからお返しするんだけど、うん、その後そのとこさんって言って、はい、まあ三時間四時間にずっと付き合わされるみたいな<う>なんかもうしょっちゅう一緒にいましたね本田さんと<ー>そうだよね、うん、そういうことでね、はい、どういうところがこう気が合うなってお互い思ってらっしゃるんですかうんとね <laughs> いや絶対だってこっちなんでさ貧乏育ちのさこう雑草みたいなので御蔵師じゃん、はい、絶対 よなっていうふうに思ってたのが何 <laughs> だろう面白いでいいのってやっぱり頭いいので、うん、頭いいいくせにギャンブル弱いんだよ<笑><笑> <laughs> 頭めっちゃいいから知識僕もその政治とか経済とかやっぱりその世界で生きてるからそこそこあるんだけど何を言っても何を聞いても出てくるんだよ、うん、こう何かが。 知らないことがあんまりなくてで遮断でしょ、はい、で面白いから、うん、なんかででで飲んで楽しいのであの頃若かったし本当朝まで飲んでてこの人は朝まで飲んでまた会社行くみたいなこっちもそうだったけど、えー、う本んに体力よく続いたなみたいな感じ。 まあなんかいろいろ言ってるけどド S とド M っていうねそういうことでそういうことがあったってことですねだっのほらあの,あのほら人に対して態度でかいしさ <laughs> ああの偉そうなことばっか言ってるね S っぽくしてるけれどもそういう人間ほどねプライベートではね、はい、はあの誰かにねあのこういじめてもらいたいのでそれでねバランス取るから <laughs> 俺がド M みたいや <laughs> 違うんですかそんなことないですそんなことないです まあまあ本当すごく仲良く,くなって、えー、もうね、一応約束してるの、ね、孫徳さんの葬式の長寿は俺が読むって。えー、えー、逆でしょえもさん葬式の長寿は俺でしょ俺のが長生きするから大丈夫だ <laughs>、まあどっちかが、あの、先に死んだら、あの、片方がっていうことになってるけど、まあ俺が読むことになるんだろうな。いやいや。<laughs> <laughs> あ,あ、そうですか。はい。えー、全然全然喋るが大丈夫。僕だ刑務所に四十六回行ってんですよこの人の刑務所。あ、そうだったんですか。<laughs> まあ、そうか、じゃあ。四十六回じゃないや。都合四十八回行ってんですよ。二回は免冠してないから。な何を一緒に。え、いや人を連れてる。偉い人を連れていくから、<ー>もうアテンドするんですよ僕。なるほどなるほど。その時は。ええー。をちょんちょっと待ち合わせで待っててくれって、この手続きだけしてずっと待ってるんですこうやって。<laughs> でも本当に大、ね、大変は大変はなんですよ、はい、そのなんでこういう人間がいなきゃいけないかっていうと、うん、刑務所って面会回数とかが決まってるのね、はい、で一番最初はその一番位が低くて月に2回まででしかできないの<ぁ>で誰かが行って会ってしまったらもう、うん、誰か予定をしてた人が会えなくなって<ー>でしかも基本のさっき言ったから総理とかさそういうような人でもう忙しい人ばっかりだからさ、はいうん、ちゃんとスケジュール立てて。 やっとかなきゃいけないんですよ。ええ、で、僕が全部差配しないと、みんなが勝手に俺,俺も行く、あれも行くっていうふうにはできないから、誰かがやんなきゃいけないんですよ。手紙も最初は1ヶ月2通しか出せないから、はい、基本僕に来るんですよ。だ誰かに出したら、僕に用事で、こっちは勝手に出せるんですよ。だから僕678ぐらい出して。<ー><う>まあまあでも私から1通行くとね、結構書き方難しくて、私が孫徳さんに出す。 孫徳さんに対する以外の内容ってか<う>か書いちゃいけないの<う>本当は<う>回数破りになっちゃうからうせいぜいが他の誰々にもよろしくぐらいまでしかダメなんだけれどもまあそのあたりまあでも一応言葉選んでそういえばその時の,の会社のあの俺が持ってる会社の専務のにこれをこうこうこういうことをやらせようと思ってるんだけど孫、はい、徳さんそのかん管理よろしくねみたいな言い方でそれは要するにそいつに言ってくれって意味なんだけどまあ たまそのまあ、向こうもある程度黙認なんだけどたまにこれは直接の表現になってるからダメとか言って差し返しなんか、えー、でもその時もねうちの担当官主って大優しかったからあの今すぐ書き直しすぐ持っていくとて<ー>本当はダメなんだけど、はい、ねじ込んでやるとか言ってやってくれたんだけど会にだから2三3 0件はその孫徳さんにお願いすることあるからそれが月に2回来ただけで60件ぐらいねまあ継続しのものもあるけれども<ー>俺は勝手にね月曜日に出して水曜日に出すんでそよ。 はい、いつもの火曜日の恐怖の手紙の時間です。と言ってね <laughs> <laughs> チェーンメみたいなとか。で、それも7枚で決まってるから、ちっちゃな字でこうやってくるんですよ。もう、僕はそれを全部コピーして、うん、とやったことを防戦引っ張って忘れないように、あの、頼まれたことをこうやって。えー、で、今言ったみたいに、その誰々に何々をしてって言っちゃいけないので、はい、この2人の中だからなんとなくもう分かるんで、うんえー、誰々に手紙をもらったって言ったら、じゃあ誰々にお礼を言うんだとか、 そういうことをして。面会の時もいいそうだよ。面会してる時に、何々何々伝えてって言ったら、後ろの刑務官が嫌な顔して、こうやってダメみたいな顔、えー、こっちは後ろ向いてるから見,見えないじゃん怖いよ。見えないけど、こっちはもう面と向かってっから、なんか怒られるんじゃねえかなとか思って、えー、もったかさんの中でなんか、あの雑居棒とか入れられなく、入れられないから大丈夫か。はい、大丈夫か。あいろいろこうやって心配しながらさ、発言とかもすごい、えー、あの気をつけてたのよ。 全然平気だよとか言って「平気じゃねえよこっちこの怖,い怖そうにこうやって書いてんのに」「<laughs> ドキドキしてるのはそんな」でもなんか俺ほらい面会回数多いっていうのはみんな面会来る人間もいないから回数が増えてもねかだからもうよく行くからもうあ,のあそこの仕切ってる人間と仕切ってる関し,、うん、関しても仲いいからさ「<ー>いいか今回はあれなんだな」なんていうのを待ってる間にちょっと雑なく来たりするからね。 っちはそのこ知らないじゃんまあ横座ってる人間はその下だからその時によって当た,る当たりはずれはあるけどねめんどくさいやつもいたりとかあるんだけど僕が知らなかった監視の中の監視の人たちも有名になってたらしくて、はい、今日も孫徳さん来たぞみたいに言われる<ー> <laughs> もう身内ですよ身内 <laughs> いや本当に身内になってて最後の出所式っていうか出所する時にはい、はい、9時にみんなと一緒に今日出所する人みたいにしてこうやってなんかしょ症状っいうか<ー>証明書みたいな 出すんだけどこの人の時に、はい、俺車で行ったら「あの佐藤さんですね」って言われて「うん、中入ってください」って言われて、うん、普通入れないんだよ、はい、身内でもないから「うん、中に入ってください」っつって,ってこう立ち会いになって本さんがこうやって,そのなんてうの出所証明書みたいなのもらうのを見て、はい、要は「この人が出てくるからマスコミが大騒ぎになってもしかしたら鍵つけられて来るかもしれないから隠れてやって、うん、すげえ時間早く隠れてやって裏から出てくれ」みたいに言われて。えー <laughs> 裏刑務所の中入ったの初めてこっち側はあの行ったけどそのうち入るよ急<や> <laughs> げんな, <laughs> なんでやねんその時には俺が50回面会行ってあげるいやいイいやいやいかだからインサイダーでそんだけ入るっつったら相当だよ本当ですね <laughs> どんだけ儲かんねんインサイダーって儲かんなくてもインサイダーだからねそれぐらい近いんですけど